右アウトですね。上げてるから。うわ、やばい。すごいね、音が本当。同じくらい音。あ、でも出てきたんじゃないですかね。バンカー越えて右キック出てきた。全部引っかかっちゃう。でも当たってるんですね。ナイスショットって出てますね。ね、当たりは熱いですけど。当たりは熱いです。ダメです。今さんに、はい、左利きならではの書いてきたんですけど、はい、うん、左利きじゃなかったのでゴルフは。あのゴルフと字を書くのだけ右なんですよ。あ、その二つ右なんですか。全部もう左、もうあの左なんです。ハサミも包丁も全部左です。え、なんで字は右にしたんですか。変えられました。習字がやっぱり右と左で全然違うんで、書き方がやっぱこうやって書けないじゃないですか。こうなっちゃうじゃないですか。で、習字はこうじゃないですか。左から右じゃないですか。左から右です。あ、こうなっちゃうから。こうなっちゃうんですよ。止めとあれがなんかちょっと訳分かんなくなっちゃうから、はい、確かに方がだから、はい、変えましたね。へー、あと全部左です。なんかめちゃくちゃになんないですか。なんかもう訳分かんないみたいな。いやでも慣れ、もともと左なので左のことしかできないです。うーん、爪切るのもやっぱり左で、右は難しいですね。はい、うん、器用ですね。器用なんですよ。でも左の人ってみんなそうじゃないですかね。うん、だから左でスコア一緒だったんですよ。一番初めやったの120ぐらいだったんですけど、だったらもう右でいいや、もう右でいいやって。クラブがなかったんで、で貸しクラブでレンタルで左でやってて、まあ、でもだったら右でいいやってなりますよね。クラブもあるし、クラブがあるんで。ショート。もっと距離ある感じするな。距離はありますけど、まあ花道のところですね。はい、ありがとうございます。全然でもめっちゃ飛んでますよ。どこですか。え、あれじゃないですか、あの花道。やば。ここに当たったのに。ここに当たったのに。はい。ね、っていうかなんか。ラッキーですね。ドライバーじゃなかったですよね。そうですね。乗ってますよね、ドライバーだったら。いや、危ないですね。やばい。めっちゃ飛んでる。え、ここに跳ねて結構来ましたね。ほぼまっすぐ、うん、ちょっと右目で多分バンカーかなと思った。ほぼまっすぐ58でいきますか。58です、はい、はい、風すごいですよ、これ計算すごいですね。ちょっともう旗旗
回ってないですね。どこも回ってない。今日一番38ヘッドスピード。おお、いいですね。198ヤードです。安定しますもんね。1.49。ミート率がいいって大事なんですね。大事ですね。1.57 ってありですね。すごいすごい。すごい。壊れてんじゃないですか。やばい。今からランチですが、はい、いつものゴルフ場に来た時に、はい、何を食べるとかっていうのが結構決まってますか。こういうの多いですみたいな。なんすかね、そんなガツガツ食べないんで。ガツガツ食べないんですか。食べないです。ガツガツ。もうあの若い時は食べてました。若い時はその現役時とか、うん、でももうやめてからやっぱり体重とか気にするんで。もう全然その現役の時と違うんですか。あの食事を同じようにしてたらもう太ります。それだけトレーニングしてないんで、はい、そこ考えないともうバカみたいに来ますよ。来ます。はい、太れちゃいます。だからそこはやっぱりあの考えながら、はい、じゃあもう割とランチも抑え気味。抑えてますね。だからゴルフ場でまあ僕そばとかうどんとか好きなんで、そっち系とか食べたり。割とヘルシー。はい、もうとんかつカレーみたいな。いやカレーとか食べますよたまに、はい、でもまあそんなにそば、うん、あんまりねガツガツ食べたらっていうねありますけど。大盛りとかしないですか。しないです。しないです。しないです、はい。完璧でした。イエイ。今のライン結構難しかったですよ。あんまり気にしないです。ダウンローで入ってるから。そうですね。あんまり気にしないです。ブレないです。はい、そういうもう野球の時もそうなんですけど気にしないです。あんまメンタル強い方です。はい、はい、逆に追い込まれた方がいいです。完璧ですよ。また逆にだから見られてる方が強いです。もっと見てみたい。そう。ピッチャーでそうですね。その1球で決まるじゃないですか。はい、だからそこを見てほしいわけですから。だから逆にこうピンチの時に出ていったら抑えたらやっぱりヒーローでしょ。そういうところにいたんで。になったら呼ばれるわけですもんね。そうここを頼んだよみたいな。よっしゃ怖いって感じですもん。え、もうちょっと今じゃなくないみたいなないんですか。いや、ありますよあるけれども、そこを抑えたらやっぱりヒーローなんで。ヒーロー。そういうのをやっぱり思いながら投げてます。へえ。打たれた時はもう仕方がないって、もう開き直って開き直って、もう、はい、そこは引きずらない。もう、はい、しゃあないやちょっとドライバーも曲がっても、もうまあいいやみたいな。もういいやいいや次次みたいな。そうそうそう、寄せ寄せみたいな。そうすごいゴルフですよね。ポジティブ。ネガティブ絶対ダメですよね、スポーツは。あー、やっぱ本物のアスリート違いますねさすが。そっか、やっぱ大きな舞台をたくさん経験してるから。おー、ナイス。おナイスパットです。ありがとうございます。距離感すごいっすねありがとうございます。来ました、はい、昨日アレンナ来てましたすごいっすね。はい、ありがとうございます。すごいっすね。難しいですよね、あそこで。いや、今めっちゃ難しい。大丈夫ですか。ちょっと変わったっすね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ。
はい、私はガブガブ食べる。ガツガツいくんですね。すごい大好きなんですよ、ラーメンとか。とんかつが、やっぱ海外生活って食生活とか困ります。困りましたよ。食べるものがやっぱり東と西にはあるんですけど、真ん中の州行ったら何にもないです。もう大変。全部ポテト。そういうわけ。いやだからそこが困るんで、いや中華行ったり、ご飯が食べたいんですよ。で米のあるところって中華かコリアンバーベキューとかそういうところ行ったりしましたけども、でまず初めは和食で、和食屋さん行っても日本人じゃないんですよ、シェフが、うんうん、ってなると味付けが違うんで、まず頼むのが、頼むっていうか行った時に調べるのは味噌スープなんですよ。味噌汁なんですよ。味噌汁は割と変わらず、いや美味しくないんですよ。美味しいところは、あこれは日本人のシェフがやってるなって分かるんですよ。もうほんとダメで、食はすごい、はい、あとは刺身、刺身の切り方も全然日本人の人だったらうまいんで、やっぱり下手くそな人は雑じゃないですか。だから外国人、そう、だからそれを見て、あこの人はシェフは日本人じゃないなと思ったら、ちょっとやばいなってなりますね。で火通ったやつにしてますんだから。じゃあ今日はね、はい、美味しい日本のシェフなんで、美味しいですかね、はい、行きましょう。アメリカとかすごいよ。まだ初めの方ですもんね、すごい。アメリカに。モックはやっぱ初めっていうか、いや初めはやっぱり野茂さんだったんで、その後の世代ですね、うん、はい、11年ぐらい前です。今はね、よく行く人がよく増えたなって。いや今は少なくなってます。前僕らの時は多かったです。もうヤッシュもピッチャーも多かったんで、はい、もう11年ぐらい前の話ですけど、その時はもう結構いました、いました。もうそこもう先発ピッチャー、中継ぎピッチャーで、野手もイチローさん、松井さんもいたんで。そっか。でも今はもう野手はイチローさんしかいないので。確かに。で先発ピッチャーが何人ですかね、少ないですね。で中継ぎピッチャーが1人か2人なんで、今数えたら10人いないです。なんかね、だからやっぱり有名っていうか、その日本で活躍してたエース級の人が向こうに行ってるんで、やっぱりその知名度ってあるんですけど、でもやっぱりそういう人たちっていうのはもう一握りの人じゃないですか、うん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 、でもマイナーに行ってる人もいるんだけれども、やっぱりメジャーに上がれないので、テレビに映らないじゃないですか。映らないから、はい、行ってる人いるんですよ、そのマイナーとかそういうの、独立リーグ行ってる人とかもいるんですけど。なんでメジャー行こうと思ったんですか。私あんま本当詳しくなくてすいませんみたいな。いやメジャーとりあえず僕はあのメジャーっていうのよりもやっぱり野球がやっぱりしたいっていうのと、やっぱりそういう一番いいところでやりたいなっていうのがあったんですけど、メジャーっていうのはあんまりなかったんですよ本当は。もともと日本だったんですけど、うん、FA を取って、 FA ってフリーエージェントで、どこでも行っていいよっていうのを取ったんですよ。その時に一番初めに声かけてくれたのがアメリカだったんですよ。で僕は結構性格的に一番初めに声かけてくれたとこに行きたい人なんで。じゃあそれ決まっててみたいな。だから そういうおかしいでしょ。面白いでしょ。そういう人なんですよ。だからどこか分かんないんですよ。じゃあそれがアメリカがかもしれないし、オーストラリアだったらとは言ってたと思わないですよ。もう一番最初のところだみたいな、はいはい、で契約ももっといいとこあったと思うんですけども、でも話が一番初めに来てくれて、やっぱりそういう僕をしっかり見てくれてたっていうのがあったので、行こうかなと思ったのがアメリカだったんですよ。そういうのが結構強い人なんで、情が強いんで、そういうのってそれほどメジャーであんまり興味なかったんですけど、でも一番初めに声かけてくれたのがボストンだったので行こうかなと思って。そのままなんか日本でやろうみたいなのもなかった？ありましたよ。だからもともとずっとジャイアンツだったんですけども、ジャイアンツにいればそのままいたんですけど、トレードで日ハムさんに行ったんですよ、2006年に。それがなかったらアメリカには行ってなかったと思います。そのままジャイアンツに残ってずっと、もう引退するまでジャイアンツっていうのはあったと思うんですけども、トレード、そっか。でその時に行ったチームがあの外国人の監督だったんですよね。で、まあ知ってるかと思うんですけど、新庄さんが日ハムにおられて、はいはいはい、その時に一緒にやった時にあの野球スタイルが全然違ったんですよ。もうジャイアンツで僕やってたんですけど、でもそこのチーム、日ハムさんに行った時はアメリカっぽい、なんか楽しもう楽しくエンターテインメントみたいな。一郎さんもいましたし、新庄さんもいましたし、でヒルマン監督で外国人監督なんで、やり方的にも外国のチームのやり方だったんですよね。だからそういうのってやっぱりこれがメジャーかなっていう。で新庄さんももう岡島ってもうメジャー行った方がいいわとかいう風に言われてたんですよ。そういうのを聞いたら行きたいなと思うじゃないですか。そっからですもん。もう決まったら行っちゃいますよね。もうそうですね。
もっともっとジャイアンツで終わろうと思った人がそういうきっかけをくれてトレードで、まあ、出された身分なんですけども、でも行ってよかったなっていうチームになって、うん、